ろ、ヒョマ。こいつは。迷い出たものをそう呼ぶ。霊的な存在ではあるが、マレビト、常世という霊魂をはびこる別世界から時折こちら。今回の相手はつくも神化して日も浅く、人への化け方も未熟なら体の扱い方も未熟。しかしそれゆえ加減を知らない可能性もある。天につき肉体を得てしまったと。それはさぞ戸惑ったことだろう。単に身の上話を聞いてるだけじゃ。まあ見てな、彼もまた町の秩序を襲いかかり、有無を言わさず強制封印。いらん火種まで作る勢いじゃないか。無論全て払いのけるまで。そういうのいいから。守るもの、こういう我々の常識から外れた輩相手にね。その魂しばしこちらで預かり、その後元の世界へ送り届けよう。立たせず事を収めてこそのプロ。よって何かしらの被害を出す前に先手必勝、封殺しました。荒ごとにはなりましたが、それも冴の目の職務。くー、クナト家の次期当主としてぬ。その振る舞いは様々。確かに悪行に走る者もいるが、元に帰りたいと思う者も、こちらの世界に馴染もうとする者もいる。お孫さんは？ん？もう一体追っていったけど、襲われたりとか。いやいや、あいつもプロよ。それに基本は対話なの。対話を経たの平和的解決。波風をその器へ封印。後にこれを供養し、一件落着ってなわけだ。ブラーボー今見た古戦の変化がそれだ。新入りの兄さん、一般には。俺たち才能目の務めは彼らの声を聞き導くことだ。それが何だお前さんは。毎度毎度対象を見つけ次第よ。